こういう時には金になるね。ぶち殺してないつ。マジ粘着しよう。やれたらどうする。めっちゃ、いや絶対負けないよ俺こいつには。絶対負けない。ジャン効果力の攻撃でラストヒットだけ奪っていく。待ってくろ。やられた。あそこにかあさってんの見ちゃったぞ。あそこに行くまでが危険だな。もう少し何位だったアニラ。35位。ランク66485位。これどこ行ったのですね、管理したね。はい、やりザコザコ分かってんだよね、その君の動き。手に取るように分かる。それ包帯30個持っといきつだもんな。ジョコめっちゃ出る。もう5周ぐらいしたらお風呂行ってくるかな。0.4 じゃない、24。慣れるね、今日中に。1日 20% ぐらい上げたかな。やば。はい。あ、トニックくん来たじゃん。
あ、ちょっとやったよ。どうやった？設定がちょっと難しいね。ほぼほぼ一緒にできるよ。パラシュートうまくやれば。なるほどね。てか基本同じ街に降りるのが基本だよ。大体どのチームも同じ街に降りて漁ってるから。で、蘇生があるからさ。危なっ！あっぶねえ！そして蘇生がある、蘇生がある。じゃあ遠距離で殺してもあんまり意味なくね。だからとどめさせばいい。蘇生時間から10秒かかるから、そいつの周りにいて、しゃがんでそいつの周りにいて無防備の状態で10秒間過ごさなきゃいけないから。ああ、じゃあ無理か。だからそこそこ難しい。うん。取られてない。最強ポジ取った。あれ、そのゲームって FPS 視点できるの？できるけど、絶対 TPS の方が強い。もう断言する。どこに行くの？これ自分で設定みたいな、ちょっと。いや、家の中だったらさ、前なんで敵見つけたら FPS の方が強いから。あと4人、うん、オンリー先ちょっとやってさ、ラストにいたよね。いたね。ぶちいんだけど。本物かな。あれだよ、懐かしいね、オンリー先ちょっと。俺のことをさ、散々なこと言ったやつだよ、俺に。あのでかい家庭に住んでるわけないじゃないですか、なんてみたいな裸の人がとか言って。やるやつか。配信中にそう言ってきて、じゃあちょびり開けて見せてくださいよ、ついてこいって言ったらさ、なんか散々バリ雑言浴びせながらついてきて、あげく俺が門開けたら、いやすみませんとか言って僕が悪かったですけど、どうもね、僕の拠点抜かないでくださいとか言ってやつ MMO やってそうでな、実力だからね。強いんだけどあいつ。
っちり取ったぜ。なんかつ